はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。1時40分を過ぎましたね。2月は1日の水曜日でございまして、この日は16度かな。はい、日経平均見てみましょうか。もうほぼ動きないんですけど、今日はね、プラス18円の動きないですね。ドル円は 130.2 まで来ました。若干円安でしょうかね。でも若干です。ドルはもう動いてませんね。1231。まあ忙しい取り合わせなんですけども、まあね、まあうにゃうにゃするんでしょう。日中だいたいうにゃうにゃしますからね。さて、さっき飛び込んだニュースですね。13時6分と言いますから、まだ30分ぐらいしか経ってない。日本経済新聞です。私が読んでるのは。日銀1月の国債購入額23兆円で最大金利上昇に対応と。日銀は1日、1月の国債購入額は23兆6902億だったと発表した。早いね。まあまあすぐに発表できるとは思いますけどね、こんなんね、自分がどんだけ買うたかということですから。決済日を基準とした月間購入額で22年6月、過去16兆2038億円余り、過去最大となった。日銀が12月に長期金利の上限を引き上げたことで、さらなる政策修正に動くとの観測が浮上し、金利上昇を抑え込むために買い入れが膨らんだと。ちょっと待ってね、ちょっと戻りましてですね、日銀10年国債の利回り、今日ですね、変わりませんね。10時25分の結果は変わってません。 0.48、 これを 0.5 にしたんですよ。で、それを守るためにですね、変えまくったわけですね。市場は政策修正を予想していなかったため、幅広い年限の金利に上昇圧力がかかった。これ 0.5 にしたんですけど、 0.5 を超えてました、去年のうちは。だから買いまくって買いまくってですね、0.5 未満に抑えたんですね。で、まあその禁じ手も出してきました。市場は1月17から18日の金融政策決定会合で、日銀が追加の政策修正に動くとの見方が強まり、金利がさらに上昇。日銀は臨時の国債買い入れや指定した利回りで国債を無制限に買う指し値オペを連発した。同会合では政策の現状維持を決めたが、長期金利は足元で再び上昇傾向にあると。まあ 0.3 台まで言ってましたけど、最近 0.4 台の後半になってきました。 0.5 はもう間近でございます。これでこのニュース、記事は終わってるんですけども、まあ無理なことをやってるんですね、日銀は。YCC 操作という。それを日銀ってね、いくらでも円すれるでしょう。だから、俺らいくらでも金持ってね、俺ないで済んのかみたいなですね。そういう感じでですね、世間に対してるわけですね。でも世間も世間で、世間っていうかまあ、世間っていうかまあ、要は何でしょうね、いろんな金融機関や、投機筋ですね。もう、んなもん日銀なんかに負けへんぞ、俺らも金持ってんぞってやってるわけですね。その戦ってるわけですよ。この長期金利のコントロールで。で、長期金利というのはですね、要は国債の値段なんですね。10年国債、主に10年国債なんですけど、いろんな国債があるようなんですよ。その10年も8、5年もあればですね、20年とか30年もあるんでしょ。いろんな国債の種類があるようでして、その10年国債の金利を 0.5 までで抑えるというふうに日銀が宣言してるわけですけども、まあ昔は 0.25 だったのを、去年の12月の20日に 0.5 まではええなとかって言ったわけですよ。それの売りが殺到したわけですね。市中金利というものは日銀が決められないんですね。お前ら 0.5 やって言ったら、その 0.5 にならない、自由なんです基本的に。でも日銀が誘導目標というのを定めるようなんですよ。誘導目標をちょっとあかんなって 0.25 ちゃう 0.5 にしようって、国債が上がる、利回りが上がるということは国債が下がるということなんですね。国債の値段がね、まあちょっと分かりにくいんですけど、国債が下がるということなんです。で、だったら売ろうやないかと、売り倒して下げたろうやないかと、つまり金利上げたろうやないかっていう勢力があるわけですね。おっしゃーってみんな売りまくったわけですよ。0.5 どころ 0.515 ぐらいまで来たんかな。そしたら日銀がそれをですね、買いまくってですね、守ろうとしたわけですね。で、現に守ってるわけですけど、
で日銀だけではですね足りひんと、買いが足りひんということで市中銀行まで動員したわけですよ。要は金利ただで金貸したの境にお前はこれで国債買えって言ったわけですね。でただでね貸してもうてそれで国債買ったら利回りだけ得するわけですよ。絶対に儲かるんですよそのオペレーションは。だから市中銀行は ありがとうございます日銀様これで儲けられますって言ってこう出るわけですね。要はでもそれ日銀が損してるっていうことなんです。そういうねアホなことをやりやりやりのでですね、とうとう1月はですね過去最高分日銀は国債を買いましたと。でさっき言ったように国債日銀だけじゃなくて市中銀行に金利ただで金貸して買わせてでなんとか 0.5 を維持したわけですね。 0.5 を維持することに何の意味もありません。そこにどんな意味があるかというと日銀の黒田総裁というおっさんのメンツを守るという意味しかないんですね。私は少なくともそう思っていますもうね金利の上昇圧力っていうのはね、日本は 0.5 とかでしょ。アメリカの長期金利って今何やったかな 4.5 やったかな 4.25 から 4.5 やったかな、なんかそんなんです。で今日あたり今日の多分夜発表になるんですけどアメリカ FOMC がさらに 0.25 上げると言われています。で 4.75 なんですね上限が。日本は 0.5 でしょ。つまり日米の金利差が 4% はある、 4% 以上にあるんですね。それは異常な状態ですはっきり言って異常な状態です、どんどんだから日本円で運用するよりもアメリカドルで運用したら確実に 5% ぐらいはですね金利を稼げるわけですね。だから円を売ってドルを買うという動きになってしかるべしなんですけどなぜかそれほど進んでいない。そのあたりなんでやって言われてすみませんよう説明できません私のレベルではよう説明できません。なんでやろうなと一時だから150円近くまで行ったわけですね。まあまあそれは置いといてですねその日銀が1月に国債を予算買うたということは 0.5 という長期金利のですね利幅上限を守ろうとした日銀のメンツ、日銀のメンツというのは黒田のメンツを立てるための行為にですね国民の税金に等しいですね日銀のですね資産を23兆円も使ってしまったということですね。この責任誰が取んねって誰も取れませんなんていうかもう分かりにくいんですけども黒田さんって10年前から日銀の総裁でアベノミクスを始めたんですね。では超低金利に誘導してですねでマネタリーベースを増やして、それでこうあの日本の景気を良くしようと言ったのが10年前で、でそれがですね目標である消費者物価 2% って1回も達成できないからだらだらだらと続けてきたんですよ。ほんでもうこれは明らかにもうねあの 6,7 年前からもうええやろというみんな思ってるんですけど、でも黒田のおっさんが言うたですね消費者物価 2% 達成とできないからだらだらだらと続けて、まあ、控えめに見てこの6年間はですねただただ黒田のおっさんの意思メンツを守るためだけにこの異様な政策を続けてきたんですね。でもみんなはね、はい、やめてほしいと待ってるわけですよ。一部なそれを続けた方がいいというエコノミストもいますけどね、いますけどもあらかたはこれあかんでどうすんのってどうやってあの出口に探んねんって待ってるわけですよ。でも最後の最後まで、2月に入りましたもんね。来月の多分18日にお辞めになるんちゃうかと、任期は4月6日かなんかまであるんですけど、もうすぐ新しい日銀のですね総裁の人事が発表されて、これは国会同意人事でございまして、国会で賛成多数の同意を得られて発動できます。ですので日銀の総裁副総裁の人事が間もなく、まあ多分この1週間以内に発表されるんちゃうかなという気はしますけどね。でそこでまた大きな変動があるんですけどまあしかしね最初の3年間ぐらいはまあ良かったと思うんですけど、あとの7年はね私に言わせたらね何をやってんやろうって、これどうすんのって、あの日銀のねバランスシートねむっちゃくちゃ傷んでるんですよ。まあ傷んでるというか、まあ、損は出てないんですけどね、あの損出る可能性がむちゃくちゃ膨らんでるんですね。どうすんやろうなと思いますけどね私みたいなね人間には答えが出ないと、私だけちゃうんですよ実は。
世の中の名だたるエコノミストもですね、当局の人たちもですね、この黒田総裁がまき散らしたですね、むちゃくちゃな異次元金融緩和をどう始末すんのという答えはないんですよ。どうすんやろう。いやいや、ほんまにもうこれだって爆弾抱えてるようなもんですからね、もうほんまに。はい、ということですね。こんなね、10分やそこらではね、説明できないしね、僕もよう分かってないところがあります。日本経済新聞のこのアドレス貼っときますね。誰でも読める記事でございまして、日銀1月の国債購入額23兆円で最大金利上昇に対応というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。